うわー、食った。さあさあ、準備してきますかね。久しぶりのね、釣り。よし。よし、やるか。まあ、いろいろやってみたいのはあるけど、ちょっと今日は水の流れもあるし、前にねハードプラグとかでよく釣れた状況と似ているから、ちょっとね強めのやつ持ってきましたよ。流れがあるからダンクル7、これやってみようかな。タックルはピュアフィッシングのなんだっけな、ランカーキラーってレジスターの竿を、それに、レボービーストロケットね、ちょっと強めなやつで、ハイギアだからちょっと上流に打ち込んでも流れに負けずに巻いてこれ、巻いてこれ、こんな感じで。流れの淀み的なところに一通り入れてみますか。来ればでかいんじゃないかな。いるはいるね。おくった。いるはいる。魚の気配見えず、ここでちょっと入れたいリグが一つあります。これホバストボックス。なんですけど、ちょっとだけね通常のホバストとは違うのを持ってきたんですよ。っていうのがブルフラホバストね、これをちょっと試してみたくて、で重りは家でも組んできちゃったんですけど、 1.8g のものが裏側に入っていて、でまあ、こんな感じでブルフラのホバストね、これどうかなと思って投げて、ああいい感じで切りもみしてる。たまに浮かせたりしてフラフラ、ああそうそう、こんな感じで動いてしまう。1点で突っ飛んでくるバスを狙う。うわ、食った。あーばーば、
しょ。うわ丸飲み。うー釣れました。これダンクルねえ、がっぽり丸飲みすぎ。いやー引いたねえ。うわーこれはいいでしょう。はい、ラッカーキラーとレボビーストロケットね、これで釣れましたよ。はい、こんな感じです。見てください、丸飲みね、すっぽり食ってくれました。いやいい魚。じゃあね、サイズ測って逃がしてあげます。レボビーストロケットダンクルセットで45アップ、イエーイ。ふぅじゃあね、逃がしてあげます。やったー。はい、というわけで帰ってきました。今回活躍したタックルがこれね、レボのビーストロケットでね、糸がいっぱい入って、そんでもって、ハイギアなリールなんですけども、それにね、この赤に赤でですね、レジスタのファンタジスタで合わせてみましたよ。これはですね、ちょっと前の機種なんですけども、ランカーキラー1ってことで、フロッグと、スイムジグにいいよなんていう風に書いてありますけども、7フィートでミディアムヘビーでマイクロガイドシステムだから MGS っていう表記が書いてあるんですけども、そんなタックルで、ルアーはですね、これジャッカルのダンクルってやつですね、のいろんなねサイズがあるんですけども、7インチ今回は使ってみました。こんな感じで後ろにアシストフックをつけてっていう感じですが、もうねずっぽり丸飲みだったので、であこれは針外すの大変かなと思ったら、ほんとねズポーンとね加え込んでるだけでスポーンってね抜けてきましたね。まあそんな感じで、これだけ針がついていてもなかなか針がかりしづらい、まあ最初のやつなんかサイズが小さかったのかななんていうのもあるんですけども、横からすっ飛んできてバイトしたんですけども、針がかりしなかったなんていうのがあるんで、こういうね、まあ、アシストフックなんかつけとくと安心かななんていうふうに思いますよ。そしてですね、タックルなんですけども、こんな感じでね、ファンタジスタのちょっと強めの竿、まあミディアムヘビーの竿にビーストロケットを合わせてみたんですけども、このレジスタシリーズっていうのは、例えばあの X グレイブって厚巻きでちょっとね、ごつい琵琶湖仕様の竿に比べると、関東仕様っていう感じで、ヘビーのモデルもね 70H とか好きで使ってるんですけども、レジスタはね本当、比較的軽快にスパンスパン打っていく釣りに使いやすいバッテが多いなという印象で、表記よりですね本当手に持ってみると軽く感じるんで、バランスもいいしね、お気に入りで使っておりますが、こんなまあ特に赤いリールに、まあ色のところで言うとね、この赤いブランクのこの差し色がね非常にマッチしていいんじゃないかな。で、肝心のレボビーストロケットについてなんですけども、非常にですねハイギアなリールなので、最初ね霞ヶ浦水系とかで使ってみたりしたんですが、ああいう濁った水域だと、まあどれぐらいの速さで巻き取れてるかわかんないって感じ、ああもうルアー帰ってきちゃった、ああもうルアー帰ってきちゃったっていう感じで、なかなかねテンポが作れなかったんですけども、今回のようなそのルアーを目視しながら操る、そういった時はこのハイギアとかもすんなり入り込みやすいのかななんていうふうに思いました。ちょっとね動画の方では映ってなかったんですけども、釣れない時間帯に例えば羽物を投げたりとか、スピナーベイト投げたりとか、ちょっと大きめのクランク投げたりとか、いろいろ投げてみたんですけども、自分ではルアーがここら辺にあるっていう風に確認しながらやる釣りだと、必然とルアーは見えているんで、ハイギアなんですけども、このまあリールをマックスピードを調整してですね、あの普段の自分がやっている釣りに合わせやすいので、そういう感じの釣りから使い始めるとなんか違和感ないんじゃないかななんて自分は感じたのと、あとはですねその回収のスピードが非常に速いので、まあ羽物とかを投げた時でもスポットをちょっともうこれはスポット逃しちゃったかななんていう時にスパパパパーンってね素早く回収して、もちろんねあの今回の
このダンクルも動画に映っている以外の時間もね結構投げてたんですけども、ああここは食わせのピンポイントだななんていうところからそれたらもうババババババって回収してですね、テンポよく釣りをすることができたな、そんな印象でございます。で今回ちょっとですね流れの早いポイントで釣りをしてみたので、そこで一番感じたのはルアーを流れの上手に投げて、そして流れに勝つぐらいのスピードで巻いてこないとアクションしないんだ、食わせのアクションが出ないんだなんていう時に非常にですねそのリズムを作りやすい、ね、実際に釣れた時のシチュエーションで考えても、下流側から上流側に投げてバタ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 ってしっかりとテールに泳ぎをさせて、それで岸際で追ってきたバスを見かけたんでちょっとステイしたらその瞬間に食ったっていう、こういう状況だったんですけども、ああいう激流のフィールドで例えば上流からルアーをアクションさせながら、でもアクションさえさせればバイトのトリガーが入るかもしれない、そんな状況でこのハイギアっていうのは一つ出しどころになるんじゃないかななんていうふうに感じた一匹でした。というわけでね、ちょっとねこの後は秋のシーバスとかにね使いたいなと思って買ったので、太めの P ラインを入れようかななんて思ってるんですけども、今のところはまだね初夏から夏にかけての例えばそのジグを打つ釣りとかでもちょっと使ってみたいなと思って、今ねフロロカーボンの16ポンドラインが入れてあるんですけども、もう少しねちょっとフロロカーボンラインを入れて、いろいろな釣りに使ってみて、そんでその後にですね、がっつりとした太い PE ラインを入れて、まあそれでフロッグの釣りとかあとデカめのルアーなんかもやりつつ、ここぞっていうタイミングでね、シーバスのビッグベイトゲームに投入してみようかななんていうふうに思っております。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、アブアブセットですね。アブの、レボロケットビーストに、ファンタジスタの、ランカーキラー、それにジャッカルのダンクル、これでいい魚が釣れたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。